いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回ですね、えー、SG のヘッド落ちについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、そもそも SG がヘッド落ちするっていうのはある意味間違いなんですよ。まあ、これちょっと誤解があると思うんですけれども、まあ、それを順番に説明するとして、まあ、じゃあそもそもヘッド落ちってなんだっていう話からちょっとしたいと思うんですが、えー、いわゆるですね、あのヘッド側が重くてボディが軽いことによって起こる現象でして、例えばストラップをつけて立った時に、 縦演奏しようとしたときに、どうしてもヘッド側に重心がいってしまうんで、下がってしまう。ヘッド側に落ちてしまって、演奏しにくい。ちょっと持ってることが大変だったりとか、支えるのが大変で弾くのが難しいとか、っていうのがヘッド落ちですね。他にも例えばファイヤーバードだったりとか、一部のジャズベースとか、そういうのでもまあ起きたりするんですけれども、SG はまあそれが顕著というか、ふうに言われますよね。これがまあヘッド落ちという現象で、それがやっぱり苦手で SG が嫌だという。 方がま、一定数いらっしゃるんじゃないかなと、え、思うんですけれども、これ、あの、本来の SG だったら、あの、ヘッド落ちってしないんですよ。はい、あの、まあ、本来の SG ってなんだっていうところからお話しなくちゃいけないんですけども、えー、本来の SG というのは、アームがついている SG のことですね。逆に言うと、ヘッド落ちする SG というのは、大体いわゆるストップテールピース、ストップバー、えー、レスポールと同じタイプのブリッジがついているものっていうのは、ま、基本的にヘッド落ちすると思って差し支えないんですけれども、 逆にアームが付いているタイプ。例えば、今もジブソンからリリースされているサイドウェイバイブローラーというタイプだったりとか、マエストロバイブローラーと呼ばれるタイプ。板バネですね。板バネと呼ばれるタイプ。これが付いていれば、基本的にヘッド落ちしないんですよ。で、あの、これポイントなんですけど、あの今ですね、ほとんどというか多くの、なんですがね、まあ流通している多くのギターが、多分ストップバーの SG だと思うんですよ。まあそのストップテールピースが付いた SG だと思うんですけれども、 これが多くて、これが普通だと思われてるからはいけなくて、いけなくてというか、あの、よく、なんですかね、そういうふうに解釈されてしまっていて、本来の SG っていうのは、もうアームが付いていることが前提なんですよも。もっと言うと、SG って、あの、1961年から、あの、形状というか、あの、ボディーシェイプを採用されているんですけれども、本来、その61年の SG って、じゃあ、どんなスタイルっていうと、あの、これ、まあ、松本さんが持ってたりとかするんで、いろいろ、こう、ご存知の方も多いと思いますが、いわゆるサイドウェイバイブローラーというのが、 ついている状態が標準というか、前提というか、ついているのが本来の SG の姿なんですよ。設計もそれでされている。で、まあ、翌年、翌々年と、まあ、途中ですね、まあ、バイブローラー変わる、ブリッジが変わるんですけれども、どちらにいずれにしてもですね、サイドウェイバイブローラーが70年代初頭まではついている、えー、マエストロか、マエストロバイブローラーが70年代初頭までついている。というのが普通なんですね。逆に言うと、60年代の時点で、えー、アームがついていない SG、 っていうのが基本的にないと思いますね。まあ、なくはもしかしたらないのかもしれませんが、かなりイレギュラーです。なので、基本的にいわゆる SG スタンダードというギターはずっとですね、マイストロバイブローラーもしくはサイドウェイバイブローラー。つまりアーム、あの、ちょっとごつめのユニットが付いていることが前提なんですよ。あれありきで設計されてるんで、あれが付いた状態では全然バランス悪くないんですよね。つまりヘッドオチもアームが付いている SG というのは基本的にしないと思っていいと思います。まあ、ほとんどしないです。 あの、まあ、たまにありますけど、基本的にはアームが付いてればヘッド落ちしないんです。で、本当はそれが前提なのに、70年代入ってから、えー、そのアームがないものが標準になってくるんですよ。で、それは今もずっと流れで続いていて、現行モデルでも、例えば60年代スタイル、例えば SG スタンダード61って言っていても、えー、ストップバーのタイプが流通していたりとかするんで、ややこしくなるんですけど、えー、あれって要は本来あるべきものを排してしまったデザインなので、 それはバランス悪くなりますよね。バランス崩れちゃうんですよね。本来はバイブローラーついていてバランスが良かったものからあんだけ誤いユニットを外してしまうわけですから、それはボディのバランス変わりますよそれで。それが原因でヘッド落ちっていう現象が後付けというか後から出てきたっていうふうに解釈してほぼほぼ間違いないと思います。なので、あの、一部のミュージシャン、例えばディレクトラックスとかそうですけど、あれってアームは使わないから、あとサスティンとかにもやっぱりですね、ストップテールピースの方が優位性があったりとかするんで、 そういうふうにしてるんだけど、まあ、サウンドだったりとかバランスだったりとかを考えて、えー、テールピースの板の部分だけをボディにくっつけた状態にしているとかそういうふうに工夫をするということがまあありますよね。まあちょっと話はそれましたけれども、まあ、つまりですね SG のヘッド落ちっていうのはストップテールピースストップバーのものだから起こる特異な現象であって本来の SG アームがついた SG っていうのはそういうのは基本的にないよっていう話でしたね。はい えそんな感じでですね、SJ の歴史を知ると、何ですかね、ヘッド落ちっていうものが本来はなかったんだけど、後付けになったよっていうことが、まあ、なんとなくわかるかなっていうふうに思っております。そんな感じでですね、ちょっとマニアックな話とか、リブソンとか、えー、そういう辺のですね、エレキデータに関する話を毎回させていただいております。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。